あ、待って待って。はい。皆さんこんにちは、小栗です。はい。今日は小栗さん、もっと声大きく張ってもいいんですよ。多分動画。そうですか。はい。あ、腹減った。聞こえるかな。はい、小栗さんです。もうやり直し。あ、いやいや、もうこのまま撮りますよ、僕は。はい。はい。今日は、はい、クロちゃんを紹介したいと思います。じゃーん。クロちゃんです。はい。クロちゃんは、どんな子ですか？この子もね、リオちゃんの次に人工でやった子なんですけれども。クロちゃんも森田さんの人工保育。小栗です。あ、はいはい、小栗さんの、はい。小栗さんのね、はい。そして人工でやった子なんですけど、はい、まあこの子はね、リオちゃんと違ってごくノーマルな、はい、あの人工の子っていう感じで、全く何の手もかからずに。あ、そうなんですか。流動食ガンガン食ってブンブン大きくなってブンブン大きくなって何の心配もなく触ってましたね。このクロって名前も、森田さんじゃなくて、あの小栗さんがあの名付けたんですか？次は間違えるは、はい、そうです。これはオリンピック関係ないですよね。オリンピックは関係ないですね。あの、はい、リオちゃんの次の年だったんで、オリンピックは関係ないです。なんでクロちゃんなんですか？心緑はだって偉人シリーズのはずないですか？その偉人の年の他の連中と同じ年に生まれたんですね。はい、偉人シリーズと同じです。はい。で、なんで黒なんですか？これは、この子が一番先で、まだその時は偉人シリーズにするのせんのっていうそういう話自体が、そういう概念がなかった。いや、偉人がなくたって、あのピンクちゃんでも、あの赤ちゃんでも、あの青ちゃんでもいいじゃないですか。黒かったんです、この子。いやいや、黒かったんだよ。みんな黒いじゃないですか。ひなの時に、あのもう一応のこの子の兄弟が白っぽかったのに対して、はあ、はあ、はあ、この子は幾分色が黒っぽかったんですね。あ、なるほど、はい、それでクロちゃんにしました。ペンギン、フンボルトペンギンのヒナって、まあグレーみたいなイメージですけど、結構黒かったんですか？うん、グレーじゃなくてかなり黒かったですね。あ、そうなんですね。まあ、これは産毛が抜けたら別に関係なくなりましたけどね。あ、そういうことなんですね。そういうことなんです。これはあの意外と多分知らない人も多いんじゃないでしょうか、うん、初めて知りました。あの、うん、親が白やったから黒にしたのかなと。あ、なるほどね。白の子 白いから。もう一羽おったんやけど、うん、そっちの方はあの白っぽくて、に比べればこっちの方、クロちゃんの方はだいぶ色が黒かったですね。あ、なるほど。で、まあこんなね、クロちゃんなんですけれども、一時期あのね、小栗さんがここで働いてくださって、で一回ちょっとその引退じゃないですけど、ちょっと離れてね、今またこう復帰されてますけど、リオちゃんは結構ベタベタ慣れてましたけど、結構クロちゃんは、クロは最初からあの群れに戻したらもう群れのペンギンになってしまって、はい、ほんで私の足を刺すようになったので、はい、物陰がいきなりこうブスッとこう来るような感じで刺すようになってて、なんかこんな顔で見てますけど、そういう意味ではこの子の方がノーマルですね。群れに返したらもう群れの天人になる。あ、なるほど。これが、それが普通です、ね、普通、はい。リオちゃんはちょっと特殊でしたね。なんかそのリオちゃんが特殊なんですね。リオちゃんは群れに返しても私にべったりで。でも黒に刺された時はちょっと寂しかったですか？いや、全然。あ、もう嬉しいぐらい。もう当たり前のペンギンになったと。あ、よかったなって、一人前の。いや、まあ別に。これが普通の。普通にこんなもんやろ。普通に大きくなってくれてありがとうって感じですか？はい。なるほど。そんなエピソード、これぞまさしくペンギンストーリーって感じですね。まあ、まあ、そうですね。あの今まで何羽か人工やってきたけれども、やっぱり どの子もあのこっちのプールにもう返したら3ヶ月経ったらいつも返すんですけどね。3ヶ月経って、でこっちのプールに返したら、まあ
もう群れのペンギンになってしまうと。なるほど。大体ねペンギンの人口やったら1ヶ月に1キロずつになってくるんですよ。へえ。1月で1キロ、2月で2キロ。なるほど。2月で3キロで、それを目安にして3キロになった時にこっちに返すと。なるほど。流動食から普通の魚の餌に切り替えるのは1ヶ月過ぎたあたりから変えますけど、ね、いやーなんかすごいペンギンの人口育成についての、ね、いろんなお話聞けました。クロちゃん、なんやーって見てますけど、ほらほら。ということでクロちゃん終わります。はい、小栗さんの今日も紹介でした。小栗さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。小栗さんありがとうございました。ありがとうございました。クロちゃんもありがとうね、紹介してもらっちゃいました。クロちゃんでした。なんだって。